続いては12月8日茅ヶ崎市立病院でイルミネーション点灯式が行われました。3、2、1、点灯。マロも参加したイルミネーション点灯式。茅ヶ崎市立病院のイルミネーションは今月25日まで行う予定ぞよ。イルミネーションの点灯時間は午後5時ごろから8時ごろまでとなっています。また点灯式が行われた8日にはクリスマスコンサートが開かれました。小児科医の水野先生はバイオリンの演奏に加え見事なジャグリングを披露。会場は大いに盛り上がりました。また松林中学校の生徒たちも美しい歌声を披露。市立病院に楽しいクリスマスソングが響き渡りました。 おあなた